では天狗羅山に向かって歩いていきます。帰り道はこちらの H5 を手で持って音を取っていきます。和御瀬峠不動滝でした。大石まで行ってきた。よいしょ。暑いやろ。登りがすごいね。うん、今から天狗羅山行ってくる。天狗羅山はね、素晴らしいところだから。こっち頂上の手前で、道が2つに分かれるから。はい。ね、左側ね。左側。うん、はい。あそこで僕あの峠から行くとね、10分ちょっと行くとね、坂がガーッときつくなるから。はい。そこは50メーターぐらいやから。それ乗り越えたらまた楽やな。はい、で左っかいってね、左っかい、左っかいって10メートルぐらいって右っかい折れるようになっとるから、うん、そこからやってみたら石のでかいのがねあるから、登れる、登れるの、登れる、はしごでついてるから。あ、じゃあ登ってから、今も東京から来てんって、あんたくらいかな、うん、まだ若いからな、うんうん、あの子たち3人出会って、今出会ってんの、出会ってない、私出会ってな い、あの滝のとこ行ってたからかな、うん、で向こう行くってもんで、ビンシ行くってもんで、うん、ビンシだったらやめてきなってる。でやっぱ他の人も言うとった、さっき上に乗った人もビンシ行ってきたんや、えらきちょでんって、うん、この前にね、で昨日の人もそうやった、うん、ビンシ行ったらもう景色はちょこその石の上しか見えないから、うん、それでこんだけのとこ歩くだけやからね、はいはいはい、7、8メートル先まで行ってね、うん、見えるだけやから、それだけないよね。あのそこからも見えるんやけど、本当はね、うん、あの下からもね、うん、行かない方がいい。分かった。天狗羅山行くの。天狗羅山ね、うん。僕はこの時間になぜ登るかというと、ね、怪我される方がおるもんで、うん、歩き方を説明したり、ね、怪我しないように。うん、それで一緒に、まあ、中にはあの歩くの大変な人も連れて降りたりね。うん、あ、そこまで。うん、これ草買ってあるでしょ、これ。うん、買ってある。でも私やってる、やってるからね。あ、草刈りまでしてくれ。全部ボランティアでやってます。あ、そうなんだ。相当やってありますよ。危ないとこはね、もう伸びてくると全部刈ったりするのやつ、うん、急にね、坂になってるとこもあるし、それとね、今から行って、うん、これ桜地蔵を過ぎて100メーターぐらい行くとね、はい、こういう風にしてグッと曲がるから、うん、17番、17番ね。ね、そこから見た写真が熊野古道のポスターに、ね、よし、見てくる、うん、ぜひ見てください。楽しみに行ってくる。それでネットで出てくるから、うん、お名前聞いてもいいですか。うん、世界の瀬に古い瀬古、峠に茶店の跡って書いてあったやろ、うんうんうん、あそこの子孫やから瀬古って書いてありますよ。瀬古平米って書いてありました、うん、うん、それの子孫、瀬古さん、うん、瀬古さんですよね、うん、でこれだったら力がここへ入るから、うん、
え、歩けないわね。歩けない、ね。疲れるわね。疲れる疲れる。うん、そうか、もうちょっとあんたら早かったらね。うん、これぐらいの蛇でね、赤い蛇があったの。うん、何の蛇？どこ持ってるんだけど、あのヒイラギ、なんていうかなあれ。ヒイラギ。や、あの赤い。山かがし。山かがしみたいなやつでね。うん、山かがしとはちょっと違うのね。どこがあるの？どこがあるの？そういうもんで、ちょうど3人女の子が来たよな、早く早くって言っとる間に逃げられて、うん、それで普通の蛇やったらポッと僕らも捕まえるんやけど、毒、うん、持ってると危ないやろ。危ない。そういうもんで、あのよう見せないんだけどね、うん、きれいなのはこれぐらい。最近蛇見えへん、うん、気づけるんだよ、短い蛇はね、うん、長い蛇は逃げてくれるけど、うん、短い蛇は逃げないから、うん、逃げないよ、あいつら。あ、そう、毒持ってるから自分に自信あるけど。そっか、逃げやんで。うん、それとね、ここ降りてね、川があるやろ、すぐそこ。ここから100、200メートルぐらいですね。はいはい、川渡って、うん、すぐ左側に大きな石が川の 中にあるとね、うん、そこの根元見たらイノシシが掘ってあるから。え、あ、そうなの。土地を掘り返してあるから、イノシシが掘ってある、例えばね。それって桜地蔵の近く？手前、うん。手前？手前。あの橋が、小さな橋があるやろ。あるあるある。それ渡ったらすぐ左側に大きな石がある。うん、あの2メートルぐらいの長さのね。でかい大きな石がね、うん、そのすぐ裏側を見てもおったら、うん、あのなんていうかな、イノシシが掘り返したやつがあるから。見てきます。見てきなさい。はい、いろいろありがとうございます。いやいやいや、うん、気をつけて連絡ってくるんだよ、はい、今言ったように必ずこのつま、うん、先をこれに書いてかけるのね、うんうんうん、こういうふうにしてね、で降りるときは土踏まずに、ね、うん、そう、はい、ね、わかりました、ね、気をつけて。はい、ありがとうございます。雨が食え、まだ来やへんと思うけど、うん、まあ、できるだけね、そうね、夜道に銭湯、はい、結果おりて天倉さん行ったら今日は帰る、うん、ありがとうございました。はい、はい、はい、また。はい、どうも。はい、おじいちゃんの名前は瀬古さんとおっしゃるそうです。いろんなこと教えてもらいました。ということで、天倉さんに向かって歩いていきます。左手には H5 を持って歩きます。